愛とたチャンネルの愛とあんさんです。いやー、いよいよこの日が来てしまいました。助けて本日8月1日火曜日の13時からですね、一般の2次販売の抽選の結果がもう出ております。水に頑張ったよ、結果。仕事中、ね、気になるけど、ね、もう何回もこの瞬間は体験しているんだけれども、慣れないっていうね。しかも1回ね、ちょっとね、前回か。初めて一般の一次抽選に挑戦した愛里、見事に落選。選考の時に当選してるので、最終日浜田翔吾さんに会えるんですけれども、初のツアー中2回浜田翔吾さんに会いに来たいという、ぜひぜひそれ、はい、初めてのちょっと挑戦ということで、今回2次の方にも応募させていただいて、本日結果をこれから確認しよう、というやつでございます。この時間まで我慢しておりました。やだ、もう緊張する。チェックしていきますよ。はい、ツアーサイトログイン。はい。結構でもすぐ見えちゃうんだよね。そうなんで、この前でもね。色でさ。そう、色で分かっちゃって、この前。グレーみたいになっててさ。ちょっと待って。あ、これで申し込み状況。これ申し込み状況を押したら、どうするどうする。もうでも、そうなっちゃったらもうしょうがないし。そうなの。これはもう髪の水を敷いたね。そうですね。じゃあ。一緒に押そうか。一緒にね。申し込み状況確認。いくよ。いっせーので、えっ、どの席かまだ見てなかったね。あ、そうですね。何よりかも、私たちが当選させていただいたのは、はい、有明アリーナ11月25日の土曜日、座席はステージサイドでございます。はい、初めてだね、ステージサイド。しかも有明も初めて。そう、前乗りしなくちゃ有明の。そう、やったー。この前これ愛がじゃんけんで買って大賛成したやつや。大賛成を買ってたんや。もう嬉しい、もうどこでもいい、どこでもいいから同じ空気を吸いたい、浜田翔吾さんと。すごいね。愛里、今年アリーナツアー参加できます。できます。2回浜田翔吾さんに会えたよ。ついに夢かなって。やったー、まだ夢みたいだね。ほんとよかったね。言葉がないですね。もうなんか頭真っ白になっちゃって、なんかこう感想とかただただ嬉しいですっていう。本当に純粋に嬉しいっていう。応募チャンスがあれば応募しちゃったらいいと思いますよって背中を押してくださった皆さん、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。最近浜田翔吾さんの曲、隅田川の映像とか見て、浜田翔吾さんの花火聴きたくなって花火聴いて、いいなーってなった時に、やっぱ会いたいなー、もう一回なんか年内会えたらいいなーって思って、うん、いやいや、そんなそんな、もう贅沢言っちゃったんだけどね。落選しちゃった時また落ち込んだもん。そうね、確かに応募してもいいけど落選したら偉いこっちゃうみたいな。
1回がすごく心の支えになるし自分にとって、でそれがまた節目節目でね、来年かってなったらやっぱちょっと遠いし、楽しみが遠くにあるのも嬉しいけどね、11月でしょ、11月、えそんでもある毎回会えるのみたいな、もう何でも頑張れるよって思えるし、そう、ね、もう会えたね嬉しいし、もうダメだね、もう言葉とかでもうならないです、もう本当に感謝の気持ちでいっぱい、まあもうただの運なんだけど、けど諦めずに挑戦してよかったかなって、いやもう本当に背中を押してくださった皆さんのおかげです、もういつもだったら多分もうやめておこうって最初思ってたし、会えるんだから絶対言わないでおこうみたいな感じでね、思ってたけどわがまま言わせてもろて、いやでも人生に1回こういうのがあってもいいのかなーなんて、2回3回っていうのもね、うん、勇気出して挑戦してよかったなと思います、本当にありがとうございます、せっかくいただいたこの機会をですね逃さず掴んで、うん、より浜田省吾さんの魅力だったりライブの良さだったりそういうのをまた共有できる機会が増えたということで、また愛里チャンネルの動画で浜田省吾さんの素晴らしさをこれまで以上に今年いっぱい伝えられたらなっていうふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします、よろしくお願いしますという感じで、もし愛里良かったねと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします、お願いします、愛里の部屋やアンさんのフルホーというチャンネルもやってますので、よかったら下記概要欄からチェックをしてみてください。 Twitter 改め X や Instagram もやってますので、よかったらフォローお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。イエース、やったねもうやばかったよ精神がこの前に撮ったジャケット解禁の動画でもうなんか全然愛がもう喋られへんなと思って、もうね、ダメだよ、そっちの方が気になっちゃって、もういやーよかった、今回色がついてると思って、ね、明るいと思って、でもここがさグレーだったからどっちだろうと思っちゃった、楽しみだねよかったね、ありがとう。